エネルギーナビゲーターを畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は7月の8日から14日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは、お畑晴美です。いかがお過ごしですか？いよいよ今日はですね US6 日の夜なんですけれども、明日明後日はヤギ座の満月ですね。で、今いろんなところでいろんな感情とかがわーっと出てきてですね、今それをしっかり受け取って、こう満月に向けてですねしっかりリリースして癒していくようなその真っ最中だと思うんですけども、そうですね、こちらはですね2日前がジュライフォースといってアメリカの独立記念日だったんですね。で、今日その前の3日の日にですね、実は私のところに、日本からですねお一人、星読みつれづれ草の、サポートしてくださる方が、到着しました。で、正式にご報告しますけれども、マスター葵さんという方です。去年の、ジャパンプロジェクトでもちょっとお手伝いしてくださったんですけれども、葵さんは、体のね美姿勢をしっかり整えていくこととか、美尻、お尻をきちっとこう使っていけるような整えるとか、そうですね、足とか体全体のそのをしっかりと自分の体をこうよく知ってですね鍛えていくっていうかな、付き合っていくということをずっとこの5年間ぐらいやってらした方なんですね。で、私このずっとですねコンピューターの前で長い間お勉強したりお仕事をしたりすることが多いもんですから、どうしても肩のあたりがですねものすごく背中とかがですね凝ってしまって、ヨガをしたり自分なりにこう工夫して動画とかを見ながらなんていうかな、体のことは気を使ってたんですけど、でもなかなかね、なんかやっぱり肩がすごい痛かったりとかですね、首がもう凝っちゃったりとかっていうのがあったんですよね。で、葵さんがこの3日ぐらいもう私を徹底的にですね診断してくれて、一つ一つ私のその一番大切な部分をこうほぐしていくようなことをしてくれてると、体がみるみるうちにですね変わっていくんですよ。で、そういうわけでですね、彼女は私のお手伝いをしてくださって、アメリカでこれから一緒に暮らしていくんですけれども、実は前から言っている US リトリートですね、葵さんが来てから一緒にやりたいなと思っていて、9月の終わり、コンシャスネス先生学の、セミナーをですね本格的に始めていきますけれども、11月の1週間にですねお二人様だけ US リトリートの受付をいたします。で、こちら来ていただきますと、その私の対面鑑定、毎日ちょっとずつ、そしてオラクルカードももちろん引きますし、それから葵さんの個人セッションですね、皆さんの体を毎日少しずつ大事にしていくセッション、すごいんですよ、本当パワフルなのね。とか、一緒に海岸に行って瞑想したりとかですね、ご飯を作ったりお買い物行きたい方は行ったりとかいう、なんていうんですかね、皆さんのご要望に合わせたセッションをですねしていきたいと思います。で、まだこれも1月に1回トライアルしたんですけども、ちょっと今度は2人でのトライアルということで、ご希望のある方はですね晴美大畑 @gmail.com、 この Facebook もそうですし、それからこの、何ですかYouTube の、ところにも記載しておきますので、そちらの方に、メールでお問い合わせください。今度は定期的にこういったことをプログラムの中でご案内したいと思います。で、葵さんがホームページを立ち上げたりとかね、そういうのもお手伝いしてくださいますので、やっと一人ではセミナーの受付、ウェブナーの受付、何から何まで、そして鑑定と自分の勉強とというと結構本当に大変だったんですけど、ものすごい頼もしい助っ人が来てくださったので、皆さんにご報告をしたいと思います。楽しみにしててください。はい、それでは今週もですね先週に引き続きソウルコーチングオラクルカード、デニス・リンさんの、カードから、いつものシンクロニックスプレッドをしています。最後にクリスタルマンダラオラクルカードで3枚引きをしますので、よかったら最後までお付き合いください。今週はなんかとてもシンプルに、そしてとても素敵なカードが出てます。はい、多分ですね、このやけどの満月しっかり取り組まれた方はね、いろんな感情をしっかり受け取ってダイジェストして、ね、消化して、こういらないものを取って、自分の本当にハートが願っていることをこうフォーカスしていくときにね、この満月を通り越して、次がいよいよ獅子座0度の新月です。ウェブナーのある日ですけれども、でもうすぐウェブナーのご案内を皆さんに差し上げますので、まだお申し込みしてない方、この満月までですから、9日、 US 時間の9日過ぎて10日になると、特別価格の早割が抜けてですね、特別価格で、になってしまいます。それでも$33.33プラスタックスなので、非常にお手頃な価格ですけれども、今のところ180名ぐらいの方が申し込んでくださってます。で申し込みいただいてもお支払いをしていただかないと Zoom の方からのご案内できませんので、まだお支払いがまだの方、それからインボイスが届いてないというような方、時々お申し込みの時のメールアドレスが間違ってたりするとインボイスが届いてないので、もしまだインボイスが届いてない方は、ぜひはるみおおはた@email.com までですね、メールをください。確認をさせていただいた上でもう一回発行します。はい。またちょっと話をずれましたけども、まずスピリチュアルレベル、2枚出てるんですけど、1枚目がですね、パワーのカードが逆位置で出ています。で確かこれ先週も出てたんじゃないかなと思うんですけど、ね、パワーというのはまあ本当にパワフルなこういう太陽みたいなカードになってますよね。でこのカードを着てるってことは、やっぱり今ね本当にパワフルなんですよね。この夏至に入って、で夏が始まりましたよね。でこのあと今太陽と火星が一緒にいますから、満月の時はね。そして反対側に冥王星と月が一緒になってる。で木星がTスクエアとかってすごいお話を動画でしてますけど、この太陽と火星がなんていうのかな、蟹座にいる。とてもプライベートなところで自分の感情をしっかり受け取っていくようなところに太陽がいるわけでしょ。でその蟹座のルーラーである月が反対側のやり座にいて、冥王星と一緒になってこういろんなものをこう見ていくというね、自分の潜在意識とか無意識とか過去世からずっと培ってきた心癖とか、そういったものを浮き彫りにしてくれてます。でそこに太陽と月がですね真正面に向かいますから、満月ですからカンカン、今まで見えてきたかったものがいっぱい見えてくる時なんですね。ここでしっかりリリースするとですね、やっぱり自分の中のなんていうかな、本当にこうひしひしと湧いてくる力、今までこう力の中をこうレイヤーでですねこうかぶせてきたものがパカッと外れるタイミングなんですよね。だからそこをしっかり取り組まれた方は、この自分の力強さみたいなものをしっかりとね受け取って表現していけるようになる時なんですよ。ただこれがこう逆位置出てるってことは、まだちょっとそうなんだけどって言って、ちょっとこうまだ自分のその強さというのを受け入れてない、受け入れるのがどうしても自分のオーセンティックなね、自分の持ってる力をね、自分がしっかりこう受け取らないと、やっぱり力って輝いてこないんですよね。だからなんていうのかな、この力強さ、パワーっていうのは何をご利用して外に向かって戦えてこう強いんだっていう力じゃないんですよね。どっちかっていうとこうディバインな内側にある力っていうのは、やっぱり次のカードもストレングスが実は出てるんですよね。これ似たようなカードですよね。だからストレングスでも力強さですけど、これってやっぱり本当に自分が本当の自分でいる時のなんか落ち着いた静かな力なんですね。決して見せびらかして私は強いのよとか俺は強いんだって言わなくても、にじみ出てくる強さというか、でそういうこのカードが来てる時は、自分の内なる力、ディバインな力、宇宙とつながってる時のクリエーションの力、太陽のようなそういったものが自分にあるんだっていうことをまず受け入れなさいよっていうメッセージだと私は思うんですよね。だからやっぱりね、このカードが来ている時は正位置だったら、まさしくあなたはもうそれがレディーよと、そういうことが使いこなせる、自分の力をしっかりとみんなのためにあなたが輝くことで、そしてあなたは十分力を持っているから、それを喜びで分かち合ってですね、周りの人も力づけていけるようなことができるようになってますよというメッセージだと思うんですよね。ただこれ逆位置なので、そこに気づいて自分にそれを許さないと、いつまでたってもなんか力は外側にあって自分は弱いものというふうに見がちなので、ちょっともう一度ですね、これ2週連続出てきていると思うので、もうこのカードしっかりと自分の内側の強さ、自分の真実、ね、そんなことをしっかりと、受け取って噛み砕いていくことが大事なんじゃないかなと思いましたね。で、もう1枚引いたら、今申し上げたようにストレングスのカードが出てるんですよね。でストレングスっていうのはこれも力強さですけど、タロットでいうと8番か11番のカードですよね。マルセイユ版だと11番だと思うんですけど、でまあ、女性がですね、優しいお花をつけた女性が、冠をつけた女性がですね、素手で猛獣百獣の王のライオンをこう手なずけているような。ね、力ずくでこうガッとこう押さえつける力強さではなくて、内側の力強さなんですよね。これはリンさんは、あなたの内側にはすごいそういう力強さの井戸がある。井戸っていうのは、井戸を汲んでも汲んでも水が入ってくる、力が汲んでも汲んでも出てくるだけの、宇宙とつながっている時のエネルギーってすごいんですよね。だからそれがありますよと。だからそういう力強さっていうのは非常に、やっぱりさっきも言いましたけど、穏やかで静かで、そしてとても深いんですね。深い。だからその力をどうやってその力をしっかりと感じて使っていけるかというのは、やっぱり自分の内側にを見ていく、見返っていく、そしてよく周囲をして、コンテンプレーションですよね。だから瞑想して、自分はいろんな自分がいるけど、ありのままで十分宇宙とつながって力があるんだ、強いんだっていうことをしっかりと自分でまずそれを受け取ること、それが本当、これとこれは同じようなメッセージですけど、だと思うんですけど、とても大切なんじゃないかなと思います。ね、だから決して私は強いんだよって言わなくてもいいけど、見てください、これね、もう地球をこうなんていうの、持ち上げてますよね。そのぐらいの強さが私たちにはあるんだよっていうことですけど、アファメーションちょっと言うの忘れたので、まずパワーのアファメーションはですね、I am radiant, glorious, powerful being。私は光り輝いて、太陽のように光り輝いてですね、グロリアスもこう本当にこう、グローリー、これも炎のように輝いてますよね。そしてとても力強い存在ですよというカードですね。これアファメーション。そしてこちらのアファメーションは I have deep inner strength。 私は深い内側の力を持ってます。 And、glorious vitality。でとても輝く活力を持っているということで、その真の力を持っている人は、その力をやはりみんなが力づけられるようにシェアすることもできるし、皆さんが一人一人自分の力を受け入れて、その力をきちっと使っていくときは、その波動で周りの人もすごくエネルギーもらえるんですよね。だからこれスピリチュアルレベルなので、やっぱりこの満月の明けた1週間、そしていよいよ獅子座の新月になる直前までの話なので、特にずっと火星がですね、この蟹座に太陽と一緒になってこう動いていくので、太陽と火星が一緒にいるというのは、とても活力があってバイタリティがあって、このエネルギーぴったりだなと思うんですよね。で火星って自分が生きていく時の活力そのもの、エネルギーだし意志だしね、前に進めていく力でしょ。で蟹座っていうのはいつも言ってますけど、自分の感情を受け取って消化するところ時間がかかりますけども、それをゆっくりゆっくり自分のペースでこうやっていくところなんですよね。そこに火星が来てですね、少しそこにエフォートかけてくれるね。今までちょっと、でもまだあれだし暗いしって思ってたのをスッスッスッとですね押してくれる感じがしますね。でまあ冥王星と満月はこうお話したようにね動画で引っ張り合いますしね、月もいますから、そこでしっかりこうそこを取り組まれた方は今週はその次来週ねこの週はこういった自分の力をしっかりと感じられてくるんじゃないかなと思います。ありのままで人と比較する必要がない、自分らしくいるということがすごい力強いことになるんだと思うんですよね。で、フィジカルレベルで現実世界でどんなことが起こってくるかというと3つぐらいエネルギー来てるんですけど、あとは全部1枚ずつ来てるんですが、まずね先週も出てきたカレッジ、勇気のカードがまた逆位置で出てるんですよね。でもう本当に何度も言いますけど、この勇気というのはなんていうの、やっぱりね自分が自分の真実で生きていく時、ずっとこの1ヶ月2ヶ月ぐらい言ってますけど、特に土星が今逆行して22度ぐらいに来てますけど、23度とかね逆行始めたのが27度のギャラクティックセンターのところでしたよね。でいずれにしても土星いて座にいますから、いて座というのは自分の信念体験なんですよ、自分の真実なんですよ。だからやっぱり自分の真実で生きていくときに、ね、あなたの私はこれが真実なんだ、そうするとその自分のハートの声を聞いて生きていくってことなんですね。だからドラムを打ち鳴らす、で前に進んでいくときですよね。だからなんか自分のこう凝り固まったこうであるべきという信念体系でに自分を当てはめるのではなくて、そのビリーフシステムから抜けていく、今までは自分はこう信じてきてるけどそれが本当に自分の真実なんだろうかということをよくこの満月までのねいろんな感情が出てきたことを受け取った時にね、あやっぱりここはもう十分学んだからこれはもうおしまいで、やっぱり自分はこんな風に生きたいんだっていうことをしっかり見ていった時にこういう風に打ち鳴らしていける、今そういうタイミングなんだろうなとすごく思います。だからやっぱりいつも3週連続で言ってますけど、怖がらないとか恐れていないということじゃなくて、もう不安がない恐れがない状態のことがカレッジなんですね。だから今このカード来てるということはやっぱり今本当に自分の制限とか枠を超えてですね、自分が自分らしく生きていっていいんだということを、自分のドラマを書き直すことが今叩いて前に進んでいくエネルギーが来てるんですが、これがやっぱり逆位置で3週連続出てるということは、何かそういうふうにしたいと思っているのにマインドとかまだ恐れがうってなる方がいらっしゃるかもしれません。もちろん意識してですねここは前に進んでいきましょう。ね、で、アファメーションは I live life passionately and courageously、 私は自分の人生をですね生活を情熱的にそして勇気を持って生きていきますという、ね、素敵なメッセージですね。今年の年頭のオラクルカードリーディングでドラムというカードが結構出てましたから、まさしくこれと同じメッセージだと思うんですけど、そろそろ本当にこの夏至からですね後半戦に入ってドラムを打ち鳴らして自分はこう生きるということを制限発信していく時でしょうね。そして獅子座の新月で0度の新月で、ね、濃度が獅子座に入って、獅子座とねまさしく太陽がルーラーなんですよ。だから本当に自分の太陽で生きていくエネルギーが今来ています。そこにまで行く間の今最後のその感情をしっかりと受け取って消化してプロセスして自分のものにしていって輝き出すというプロセスを楽しんでみましょう。でもう1枚引いたらですね、これ先週このスピリチュアルレベルで最初に出てきたトランスフォーメーションが、先週はスピリチュアルレベルで変わっていける変わっていこうっていうのが出てたんですが、今度はこれが現実具現化するところで出てきてるんですよ。ただこれがやっぱり逆位置なのですごく頭では分かっててそれをしたいと思うけど、何かそこをまだ受け取りきれてない方もいらっしゃるのかもしれません。どんどんもうこれを具現化している方もいらっしゃいますね。例えば葵さんなんかもそうですね、今ここへ来てる。だからお一人お一人みんなこれねジェネラルリーディングなので違うと思うんですけど、自分はどっちでしょうね。あ、もうこれで進めていけそうだなっていう感じなのか、まだちょっと自分が許してないのかなという、足踏みしてるかなという方とお二人2通りぐらいいらっしゃると思いますけど、何度も言いますけどこのねすごくポジティブな変化がこれから来るということですよ。トランスフォーメーション、本当に毛虫が蝶になっていくためにはやっぱりなんていうのかな、大きな変容をしていく時でしょ。だからこれ動画で言ったか個人鑑定今毎日のようにしてるのでちょっとどこで言ったか覚えてないんですけどマウリー先生の授業をね今取ってて、ちょうどノードの勉強も、まあ、今してるんですけどもう一回勉強マウリー先生版でしてるんですけど、マウリー先生が月のノードの話をした時に月のノードはその感情を月の上昇点下降点で月のエネルギーしっかり見てるんですよね。で感情でしょ、感情をプロセスするのが月ですからね。でその感情を発達させていく、デベロップする、そして感情をしっかり消化してその上で進化していくっていう両方の機能がこのノードにはあるんだよとおっしゃるんですよね。でふんふんと、で進化はエボリューションですよ。でマウリー先生がこう聞くんですよ。Do you understand the difference between development and evolution? その感情を発達させていくのと感情を進化させていくっていうのの違いは分かるかい？では、ん？と言ったら彼がですね、もう一言で、進化はね、デストラクション、つまり破壊。破壊をして古いものを全部壊して、そしてもう一回そこから読み上がって、それこそいつも言ってる死と再生ですよね、冥王星。それを通り越して初めて到達できるのが進化なんだよ。でいや本当だなと思ったんですよね。でだからやっぱりね今すごいその破壊、一回今まで自分がこだわってきて これが自分のこうあるべきだって思ってたようなものがどんどんそうじゃないでしょう、あなたは本当はそうじゃなかったんじゃないのというその条件付けとかしてるものが今どんどん剥がされてきてる時なので、思い切ってボワーンとこう破壊、天王星もボーンと今ね火の虎にとってるよね。だからそしてグランドクロスも来てるっていうお話を動画でいつも NG 並みしてますけど、今そういったことが本当は起こってるんですよね。だから毛虫が蝶々になるのもさなぎの中で、外からは見えないけど中で激しい変化が起こってますね。一回毛虫を全部の姿を全部破壊してドロドロに溶かした上で蝶々になるでしょ。だからそこを恐れないこと、一回なんか自分の思った通りの間で今まで自分がしがみついてきたものが壊れることは怖いんだけども、なんで怖いかっていうと、しがみついてるのはその自分のやり方とかいうので見てると、マインドで今までやってきたことはこうすればこうなるっていうのがある程度見えるから、どうしても感情があんまり居心地よくなかったり、なんかこれでいいのかなと思いながら、でもやっぱりこうしとかないとお金も返ってこないし、あれだし不安だしというふうに生きてる時は一応こう言ったらこうなるっていうのは見えるんですよね。それを破壊してしまうと次どうなるかがわからないから、私が失業した時、いつものお話ですけど、失業してやっぱりサラリーマンずっとやってましたから、会社に行けば給料がもらえていくということは保証が大きくて、だからやっぱりお家を買ってローンだけ残ってますから、毎月大量のお金が返済していかなきゃいけない。だから保証のないなんか自営業っていうかね、自分で何かやろうとするのはすごく勇気がいったんですね。でもやっぱりこのトランスフォーメーションのエネルギー、ドカーンと破壊、外側から思いっきり背中を押されて仕事を失ってしまったわけですから、まさしくそれはディストラクションなんですよね、破壊なんですよね。でもその破壊をやっぱりしがみついて元のサラリーマンの生活するよりは、ここは私が本当にハートを開いて、自分のこう魂の声を聞いて自分らしく生きようって時決めたんですよね。それで何ができるかわからないけど、星読みつれづれ草を始めたのが2016年去年の1月お正月からなんですけど、そういう先が見えないことをでも必ず導かれてそっちへ行けるんだということを信じて行動を起こしていく時なんだと思います。だからそれができるとこれが正位置になってくると思いますので、今勇気を持って、本当に勇気なんですよ。勇気を持っていくとトランスフォーメーションもこれもこうなきますから、自分を信頼してですね、自分のパワーがあるんだっていうことを今スピリチュアルではしっかりと宇宙からもメッセージを受けてますので、今週は勇気を出して一歩、今小さなステップをアクションを起こしてみる時だと思います。先週もアクションというのがアウトカム出てましたよね。もう大きなことをするんじゃないです。まず一歩なんですね。で、もう一つ引いてみたら最後のカードがエネルギーが出てました。これも前出てきたことあると思うんですけど、エネルギーですよね。まさしくエネルギーだ、エネルギーですけど、これ太陽そのもので、これってやっぱりね、そのエネルギーっていうのは活力ですよね。でやっぱりこれって健康もそうだし、癒しもそうだし、情熱などもね、今このカードが来てる時、そういったものがどんどん拡大してきます。でこれは正位置で来てますから、今皆さんそういうことを通してね、こういうことを通して自分のエネルギーもどんどん広がっていくんですよ。そうすると自分のハートをオープンして、自分の本来の太陽、獅子座の太陽で生きていこうとした時にね、その皆さんのオーラが光り輝いて、それと同じ波動の人たちを引き付けてきます。だから本当に今このなんていうかな、自分が感じていることとか感情とかを抑圧してたらですね、エネルギーっていうのは流れないんですよ。何度も言ってますけど。だからとても大事なことは、苦しいけれどもボカーンとしていろんな自分のネガティブな闇の部分も出てくるでしょうけど、それをしっかり受け取ってもう手放す、海洋性の海にこう委ねていく、それが許しだっていつも言ってますけど、それをすることで新しいエネルギーがどんどん入ってきます。宇宙の創造のエネルギーが、宇宙とつながっている私たちのインナーアースさんというかね、私たちの内側の太陽、それから地球の内側の太陽、そして私たちのインナーさんと宇宙の創造の太陽が一緒になった時に、ものすごいエネルギーが起こるんですよね。だからそれがこう本当にエネルギーってやっぱり循環しないとモーターも回りませんしね。でそこがすごく大事だと思います。そして何よりもその自分の中の古い感覚とかいろんなものは、とにかくいらないものは外へ出して、ありがとうと言ってもうリリースして、その空いたところに宇宙のエネルギーを受け取るってことが大事なんですね。そうするとまた自分が、私をこんな風に生きたいということを行動を起こしていくことで、外に表現して、また受け取ってという循環ができてくることで、なんか本当にすごいことが宇宙と一緒になってコークリエーションしていくエネルギーが今本当に今週は流れてくる、来週はね流れてくるんだなと思います。で、今はその新月満月の前なので来週って言ってますけど、今週はそういうエネルギーですね。でトランスフォーメーションとエネルギーのアファメーションもう一回お伝えしておきますけど、トランスフォーメーションの方は I am joyously centered and safe as wonderful changes occur around me と、私は喜びで自分の中心、センターしているとね、自分の中心をしっかり、自分の中心軸をも保ってですね、そして私はセーフ、守られてるんだと。で何をしてるか、ワンダフルチェンジングをカーランドミー、私の周りに本当にワンダフルな、変化が起こっていく時も、私はちゃんと中心があって、そしてセーフなんだよと。だから変化をしていく、一回ドロドロとかして壊れていくようなところだけど、自分のハートにしっかりとつながって、宇宙とつながっている自分がいれば、そこからそこにエネルギーが、必要なエネルギーが入ってきて、サポートが来て、必ず具現化していけるようになりますから。でそのプロセスは人それぞれ違うんですよね。何度も言いますけど、マインドが考えてこうなればいいなっていう通りにならないから、やっぱりダメだと思ってしまうとダメなんですよ。でもトランスフォーメーションする時に大事なことは、そしてエネルギーもそうなんですけど、宇宙のサポートのエネルギーを受け取ることなんです。今サポートが来てるよってカードもちゃんと伝えてくれてるし、エネルギーナビを見てもそうなんですよね。冥王星とかなんですか、月が満月で一緒になって太陽とポジションで火星といて木星の T スクエアなんていうのは本当にそういうすごいエネルギーなので、それを信頼することですね。そして今を生きた時に、思った結果が、思ったような自分がいつまでこうなったらいいなと思った通りにならなくても、そこには何か必要なペースがあるんだっていう自分のプロセスを信頼すること、そして自分のリズムを信頼することで、時が来た時にさっとそういうことが起こってくるんですね。今ほとんど、毎日とは言いませんけど、1日おきに鑑定をしてるんですけど、すごく共通して出てくるオラクルカードがやはり自分のリズムをちゃんと信じなさいとか、それからやっぱりプロセスを信じてフェイスね、もう信頼していきなさいとかね、そういうカードがよく出てきます。本当に今そういう時なんだろうなと思います。で、エネルギーの、アファメーションですけど、Healing energy and immense vitality flow through me easily and effortlessly。 ヒーリングのエネルギーとものすごい活力が、私を通して流れてきてます、ね、それも本当にイージーに簡単に、そしてエフォートレスに、もう努力してプッシュして流そうとするんじゃなくて、もう何にもしなくても自然に流れてくる。そのためには何度も言いますけど、必要ないもの、もう古いものは外に出す。そうすると自分の空間がすっと広がります。その空間のところに宇宙からのサポートの、その創造のエネルギー、クリエーションのエネルギーを入ってきますから、恐れで生きてると、それもいやーこのまんまがいい、怖いからってやると、そこで弾きますね。出してないから入っても来ないしね。で、出してもそこで怖い怖いって受け取らないとダメなので、やっぱり受け取ること大事なんです。受け取って流すという、その循環がですね、本当に何か自分が思った通りにしようと自分の内側から一生懸命プッシュしてエフォートをかけているときは、それが自分だけの力でやるとちっとも物事が起こってこないんですよ。でもそういうこだわりとか不安をすっと手放した途端にさっと入ってくる。例えばね、これは最近お友達とお話したんですけど、お金についてのお話をしてたんですね。で、やっぱりお金がどんどんなくなっていくので、お金を作らないと、お金を儲けないと、稼がないと暮らしていけないと思って、お金を稼ぐっていうことを目的としようとして一生懸命やるわけですよ。お金を稼がなきゃ、稼がない。でもお金ってエネルギーなんですよね。プラス愛なんですね。だからそこをプッシュしても、自分の中の恐れとかそういうエネルギーを持ったままプッシュしようとしても、自分の持ってるちっちゃなエネルギーじゃ全然お金になっていかないですよね。でも、もう本当に全部お金がなくなって、ああもうこうなったらどうにでもなれって、もう本当に万歳して、もう本当にもうこれでダメならもうどうでもなれって自分が手放した途端にさっと何かが動くことをずっと経験しました。それでお金についてすごく学びましたというお話をつい最近したんですけど、お友達と。で、本当に、象徴的な、それが本当に宇宙の真理なんですね。そうすると愛で生き始めた時にちゃんと必要なものが入ってくるんです。だから怖さで生きた時に自分の中のものを変えないまんま、ただそこから、そうすると自分の中にあるエネルギーなんてこんなもんなんですよ。宇宙のクリエーションのエネルギーとつながった時は無限に入ってきますから。だからやっぱり出す。そして出してくると、自然に流れてくると、本当にエフォートレスに、そんなに努力しなくてもスッと必要なサポートとかいろんなものが来るんですね。で、それは本当に私もこの1年半、もうちょっとですよね、失業してから星読みするそれこそ毎週オラクルカードリーディング、そして月2回満月新月の動画を皆さんに配信していくことも、とても大変なエネルギーも使ってるんですけど、でもやっぱりとても好きなことなので、そして皆さんにぜひそれきっと役に立ててくださる方がいるだろうと思って、本当にいつも言ってますけど、お布施だと思って喜びで配信してるんですね。で、もちろんそれ皆さんに受け取ってもらえるわけじゃないけど、でもそれを喜びで受け取ってくださる世界があるから、私のこの布施業になってるんですね。そうすると布施をするとね、喜びでお布施をして出していくときに、そこからですね循環してくるんですよ。だからなんていうのかな、私が何年もかけて、それからたくさんのお金と労力をかけていろんなことを勉強してきたものを本当に無料で皆さんに出してるけど、それは私こんなん出してあげてすごいんだから感謝しろなんて思ってやってるんじゃないですね。もうこれは本当に喜びで、これが役に立ってくれればと思って出していると、今回ウェブラーのお申し込みのところに、お申し込みでなんかノートがあるんですけど、たくさんの方がですね、いつもね動画ありがとうございますとかね、本当に大畑さんのはるみさんの動画で元気をもらってますとかね、そういう一言書いてくださる方も結構いらっしゃって、ああこんなにもたくさんの方が私の不正を受け取ってくださって、私のお防ぎをさせていただけてるんだなと思ったことで、本当にまた今勇気をたくさんもらってるんですね。でそうすると本当に皆さんとつながってエネルギーがこう回ってるなっていうのをすごい実感してる今自分がいます。で葵ちゃんも来てくれたし、でまた本当に2人で楽しいんですよね。家族ができたと思って、本当に私にとってもものすごい素晴らしいご褒美を宇宙からいただいて、もう2人でこの星読みつれぐさのコミュニティをね、皆さんみんな一人一人が輝いていけるのをお手伝いできたらいいなと思ってるので、これからも応援よろしくお願いします。また葵ちゃんの素敵なパフォーマンスとか、なんていうかな、あれもこれから皆さんどんどん配信していきますけど、はい、でちょっとまた話が脱線しましたけど、今度感情レベルをねシャッフルしてる時、ポッとこれはもうひっくり返って出てきたので、パッパンとこれは飛び出すというか、パカッとこれが出てきたのでこれなんですけど、このプレイフルネスですね。前にも一度出てきましたけど、もう遊び心っていうかな、プレイってのは遊びでしょ、フルはいっぱいですよね。だから遊びでいっぱい、もう子供のような無邪気者ですよね。無邪気に遊ぶ、子供が砂場で思いっきりお城を作ってる、そんな感じ、うん、だから今やっぱり本当に楽しいな楽しいな楽しいなってことをだけにフォーカスしていくことがすごい大事だと思います、うん、もう許せないとか、そういろんな感情、ドラマが出てくるだろうけど、そこはもう本当にもうそれもそういうことを経験したんだなぐらいで、あとは楽しかったことの方にフォーカスしていくことで、どんどんエネルギー流れてくると思うので、 My joy is the greatest gift that I give to others。 私が喜びというのは、私が他の人たちに与えることができる最大のギフトなんだと、うん、だから私も今本当嬉しい嬉しいっていつもやってて、この嬉しい嬉しいが皆さんに、このプレイフルネスが皆さんにとっての最大のギフトなんだなと思うので、これ感情レベルなんで、本当今週はなんかやっぱりね、このヤギ座の満月、蟹座の新月と満月で、しっかり蟹座の感情をプロセスするところを取り組まれるってことで、本当に自分の中のこんなに小さなことを喜べる自分がいるんだなっていうことに出会える1週間になるんじゃないかなと思います。でこれがまさしく獅子座のエネルギーなんですよね。獅子座0度の、新月に向けてとても大切なことです、はい、で、最後メンタルレベルがですね、またいい、もう本当今週いいカードばっかりですよ皆さん。ディライトというのは、これはもう喜びですよ。ふわっと輝いた喜びです。でライトフルってのは、ライトってほら光でしょ。でディライトだから、もう光り輝くぐらいの喜びね、わあ嬉しいという、そういう感覚ですけど、このカードが来てるってことは、もう本当にメンタルレベルも喜びで生きていっていいんだよっていうカードですよね。やっぱりもう感情も嬉しい嬉しいがプロセスして出てきていれば、もうあと喜びしかないですよね。で I delight in everything in my world and divine joy fills me。私はもう私の世界の全てのことがもう嬉しい喜び、そして「Divine Joy fills me」、ディバインなこれも喜びですよね、が私を満たしてます。だから宇宙の喜びが私にあふれてると、もう本当に楽しそうなカードですよねこれね、うん、だから気持ちもそういうふうに軽くなって、楽しくてなる、メンタルレベルもとてもこんなことしたらいいな、あんなことしたいな、こんなことしたらできるなっていうことの方が自然にエネルギーが回ってくるとなるんですよね。だから本当そういう1週間になるようですよ。そしてすごいんですよ、このアウトカム、はい、ミラクルが出ています。ミラクルは奇跡ですね。でミラクルってなんかね、例えば宝くじが1億円当たるとか、そういうことがミラクルじゃないんですよ。ミラクルってやっぱりね、自分の目の前にある小さなことの中に喜びを見出していく、その本当に小さなことであってもそこに気づいてそれを受け取れること、そこからミラクルになっていくんですね。今を生きるといつも言ってますけど、これもそうでしょ。ほら、卵がここにあるっていうことだけでここに命があるんですよ。何もなかったのが卵があって、そこからまた新しい命が出てくる。これすごいミラクルですね。私それ当然と思っちゃってるから、それをミラクルと感じられないだけで、だから私たちの中には、例えば自分の子供が生まれることもすごいミラクルだし、自分が大体ね、ここに生まれてきてるってこと自体すごい奇跡的なことなんですよね。だから本当にその小さなことに気づいて、それをまずしっかりアクセプトする。今回ね、シャッフルしてる時にポンと1枚私の左の上に落ちてきたんです。それがアクセプトでした。今回それは戻したので見せてないんですけど、だからやっぱり受け取ることが本当にやっぱり大事なんだなと思います。そしてそこを受け取っていくとですね、どんどん受け取って、また喜びで外に出して与えていくとですね、またそれがもっと大きなエネルギーと喜びがまた入ってきて、それを受け取るとまた出してということ、どんどんそうするとですね、それが流れができて、大きなギフトが私たちの人生とか命の中に入ってくるんです。それでミラクルが起こってくるんですね。ミラクルっていうのはそういう構造になってるんですよ。何にもなくて突然ミラクルがポンと起こったように見えても、実はちゃんとそういう小さな積み重ねをしている人のところにミラクルが来るんですね。それを私本当感じました。去年もジャパンプロジェクトに行った時に、たくさんの方が私のために会いに来てくださったって、私にとってはすごいミラクルだったんですけど、あれはその11月までの間、不安を抱えながら、少し一つずつ自分の不安を皆さんに語りながら、不安を認めながらアクセプトしてリリースして、愛で生きようということを皆さんお伝えしてきた。それ皆さんが受け取ってくれた。そしてそれいつも感謝しながら自分ができることっていう、本当にもう私は現在進行形で自分の不安の中にいながら生かされている自分を受け入れようとして、愛で生きることを実践しようとしてやってきたのを実況中継してたんですけど、その積み重ねの中でいろんなことがありましたけど、1年もしないでミラクルが起こったっていうのは、やっぱりまさしくここで説明したことが起きてるんですね。だから本当に今週はこういうミラクルが私たち一人一人発見できる1週間になるようです。すごい素敵ですよね。なんかもう今日の個人セッションもすごい、もう涙が出てくるぐらい素敵な個人セッションで、今本当にそういう時期なんだな。そして本当に1年も待っていただいてね、本当去年の今頃でしたかね、受け付けますって言ったらわーっと来てしまって、今だと 4,5 ヶ月待っていただきますと言ったのがたった1週間ぐらいで、わっともう1年になってしまったぐらいなので、その後1回ホールドしてしまいましたけれども、で私の中で今までいろんな動画でも少しずつ気持ちをお伝えしてきたんですけど、今本当にもう一度 Zoom というシステムでシステムを入れ替えて、対面をしながらね、離れているけどお顔を見ながら、そしてホロスコープもお見せしながら、オラクルカードもお見せしながら、こうお話をしながら、私の個人セッションはですね、お一人3時間から3時間半かかるんですね。セッションするだけで、その準備のために1週間かけてますから。だから本当に受ける方も大変なんですけど一昨日受けてくださった方は、午前中のセッション終わって、もうはるみ先生のパワフルなあれをいただいて、その後昼寝しちゃいましたっておっしゃってくださいましたけど、でもそのくらい私ができるものは全部出してます。で皆さんがそれを受け取って、その場で全部受け取れなくていいんですね。動画で見れますので、それで、個人鑑定、受け付けますので、はるみおはた@gmail.com まで、もしくはFacebook の方でもいただいていいんですけど、基本的にご案内全部 Gmail の方からお渡ししてますので、ホームページができたらそこから皆さんお申し込みしていただけるようにしますけれども、ご案内を送っています。で申し訳ないですけど、もうかなりのご依頼来てまして、8月全部いっぱいですね。9月もあとお一人です。ですから今から申し込んでいただいても多分10月以降になってしまいますけれども、すごく時間がかかるので、1ヶ月にそんなにたくさんを見れませんので、セミナーも入ってきますのでね、ですけれども、今のところ受け付けてます。ただ、またいつものように結構待っていただくようなことになってしまうかもしれませんけれども、去年と違ってお申し込みしていただいた段階で、じゃあ今だったらいつ頃になりますということで、じゃあ何月何日の何時ということで、一応仮予約でですね、もうセッションの予約を入れますので、Zoom の方で。だからそれに向けて皆さんも準備、私もするという形で、大体去年受け付けた時と違ってですね、いつ頃になるかというのは分かりますので、とても今辛くて急いでますという方はですね、またご相談ください。はい、で最後、デッキの裏なんですけれども、ラディアンスのカード出てますね。ラディアンスというのはこう本当光がわーっとこうにじみ出てくることなんですね。で、まあこれI am radiance reflection of God light って書いてありますけど、神の光をこう反映しているこうなんですかね、皆さんが私たちが一人一人が自分らしく生きて輝いていくとですね、それをもう宇宙の神の光をちゃんと反映して放ってるんですよ。だからどんな暗闇の中でも私たち一人一人が自分らしく生きていった時に、それがですね、灯台の光のように、もしくは迷子になっている皆さんの暗闇の中を照らす松明のようになっていけるんだよというカードなんですけど、これがデッキの裏で出ているので、本当に皆さん一人一人自分らしく、人と比較しなくていいんですよ。ね、世間ではこれがなんか成功してるっていうかもしれませんけど、そこに自分を合わせるんじゃなくて、自分が本当にずっとこだわってきた、ここが私なんだっていうことにフォーカスしていく、それを実現できることほど幸せなことはありません。だから葵さんもずっと、お仕事をした後で、このまんま残業ばっかりして生きてて、私は何のために生まれてきたんだろうってすごい悩んだ挙句、5年前に、その体のことをしようとしてお仕事を辞めて、そして日本では、ご自分のサロンを経営なさってたんですけど、3年ぐらいね。でももうちょっと自分をアメリカの方でやりたいなということでご縁ができてですね、でここに来てくださったんですよね、いろいろなことがありながら。で本当に今ここに彼女がいくら行きたいと思ってもですね、プッシュしてやろうとしてはいかないんだけど、そういうふうにでも自分がインテンションしていきたいなと思ったことを一つ一つ取り組んだことで、流れがそう来てたんですね。だからその流れに乗るということを知ってきたら、あれよあれよという間にここへ来れたんですね。だから本当に自分がしっかりとこんなふうに生きようというふうに、まず自分のハートの声を無視しないこと、そしてそこに新月の願い事でしっかりアファメーションする。で今できることを喜びで思いっきり楽しみながらやる中で、将来どうなっていくかわからないけど、そっちの方行けたらいいなということが道がついてれば、海洋性の波がさっと来てですね、寄せてくれるんですね。でそんなお話もこのウェブナーで、濃度の話で少ししますので、よかったらぜひぜひご参加ください。この動画が配信された日が多分明日なので8日になりますから、アメリカ時間は9日ですね。ですから皆さん10日になりますけど、それまでに、申し込みしていただいた方は$22.22プラスタックスです。それ以降も、ウェブナーギリギリまでお申し込みは受け付けますけれども、もうちょっとお値段をいただかないと、ウェブナーの料金とかもかかりますので、よろしくお願いします。はい、それでは、最後に、また3枚引きをしたいと思います。ちょっと皆さんですね、目をつむってですね、B と C のカードを少し、選んでみてくださいね。今からちょっと現状をお呼びします。それでは引きます。はい、絵のカードです。はい、B のカード。はい、C のカードですね。今週はですね、このトランスフォーメーションも2週連続出てるし、ミラクルもあるので、ちょっとここに置いてるのは、これはフルブライトですね、プレイヤーの。そしてこれはモルダバイトです。一番大きい、これミュージアムクオリティのすごいモルダバイトですけど、で、ここにはですね、メタモルフィスのと言われている水晶なんですけど、特別なものすごくいい波動をしてます。これはもう本当トランスフォーメーションを象徴するようなもの。そして今日私はですね、モルダバイトのネックレスをして皆さんに、動画提供してます。これは本当すごい私の宝物の、モルダバイトですけど、はい、そういうことで、さあこの本当に変容のエネルギーにあふれた、そして愛の、セレナイトのハートも置いてますけど、3枚引きどうなんでしょうね。今日は私は B でした。はい、それでは A のカードからいってみましょう。 A、 これあれですね、このクリスタルマンダラオラクルカードの表紙のカードですけど、これラブラドライトですね。5番で、5番は変化のカードですよね。エンジェルイヤヘル and ラブラドライトでインディビジュアリティ。やっぱりね、これね、水亀座のエネルギーというか個性ですよね。一人一人が自分らしく輝くこと、それを変容をこう違っていいんだということ、それ変容を勇気に変えてくる、変化を勇気に変えてくれるクリスタルですけど、また、別の動画でご案内しますね。さあ B、 私 B 引いたんですけど、何でしょう。また出てきました。これ先週かも出てたのかな、先々週か、アセンデッドマスターマッタージとクリプソンクリームライトでリリーフ&リペアですね。これやっぱりフェミニンウィズダムのエネルギーですね。これもし前回も引かれた方はちょっとやっぱりこう受け取るということが大事なんだと思いますよ。そして、C のカード、わー、 C のカード綺麗ですね。これ初めて出てきたんじゃないこれ。はい、40番で Goddess Sarawati and Ammonite で From World to World、というカードが出ています。アンモナイト綺麗ですねこれね。アンモナイト化石ですけど、はい、じゃあこの3つについてはですね、また別の動画でご案内したいと思います。今日もちょっと遅いので、動画明日以降作ろうと思ってますけれども、はい、マウリ先生の宿題も提出しなくちゃいけないので、はい、そういうわけでまたルンルンで相変わらず忙しいですけど、でもそれは自分で喜びでやってる忙しさで本当に生かされてる自分を感じながら、今日もロミータから大畑晴美がお届けしました。本当に皆さん最後まで聞いてくださってどうもありがとう。Thank you so much and so much love and have a nice 1週間をhave a nice week, okay? 1週間を素敵にお過ごしください。Thank you. Bye bye.